毎回一つずつご紹介させていただきたいと思います。本日紹介を担当いたします、スペランザ大阪背番号26番横倉佳林です。同じくスペランザ大阪背番号16番津田明日香です。今回は子ども子育て総合センターアイクについてのご紹介をしたいと思います。本日はアイクセンター長の浜田さんにお話を伺いながら施設の紹介をしていただきたいと思います。浜田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、このアイクとはどのような施設なんでしょうか。河内長野市立子ども子育て総合センターアイクは平成24年10月に河内長野駅前ノバティ長野の5階にオープンしました。アイクという愛称は一般公募により、子どもを愛し育てる愛育という言葉から生まれました。家族はもちろん地域社会が全ての子どもたちを愛し育てる町、河内長野市です。アイクの役割はまず子どもたちがワクワクできる施設、そして来館した子どもやその保護者に対して福祉及び教育のそれぞれの狙いへつなぐこと、また地域や市民とのつながりを大事にしながら運営し、子どもを地域全体で守り育んでいくという考えにのっとっています。令和6年4月から子どもファミリーセンターが設置され、アイクとゆめくと子ども子育て課が連携し、妊娠期から出産子育て期にわたり切れ目のないサポートを行います。では続けて中の方を見せていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。中へどうぞ。このワクワク広場は朝の10時から5時半まで親子で自由に遊んでもらえるスペースです。土日祝も開いています。水曜日だけが水曜日と年末年始が休館です。一つずつご案内しますね。のびのびスペースです。大型遊具はとっても人気で、体をダイナミックに動かして遊べるので子どもたちに大人気です。小さい子もお兄ちゃんお姉ちゃんが遊んでるのを見て真似して登ったり滑ったりすごく楽しんでくれます。ここはランチカフェルームです。お弁当を持って食べたり、おやつを買って食べたり、ここで食べてまた一息ついて楽しく遊ぶ、そんなスペースです。奥にあるのがママごとコーナーです。お料理してお皿に並べたり、お弁当箱に詰めたり、それをカバンに入れてお散歩に行ったり、とっても楽しいスペースになっています。その横が赤ちゃんスペースです。0歳の赤ちゃんと保護者の方が安心して過ごせるスペースです。音が鳴ったり、かわいいおもちゃもいっぱい用意しています。向こうに見えるのがボールプールです。ボールプールの中に入って寝転んだり、ボールを集めたり投げたり、とっても楽しくて大人気です。横の滑り台も人気なおもちゃになってます。ここは絵本コーナーです。子どもたちの大好きな絵本、季節にあった絵本などたくさん用意しています。お手玉もありますよ。パズルとか積み木とか子どもたちの大好きな遊びもたくさん用意しています。お家の方が読めるような書籍も用意していますので、お子さんとゆっくりとした時間をお過ごしください。子育ての相談はどうですか。はい、0歳から就学前のお子様の相談をお受けしています。どんなことでもいいので気軽にご相談ください。まずはお電話くださいね。相談センター長の案内のこと、施設内を見学しながら様々な質問にお答えいただきました。浜田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございます。また来てくださいね。さよなら。皆さんもぜひ一度足を運んでみてください。以上、スペランザ大阪津田明日香と広倉佳林がお送りしました。